2013年、鳥取シャンシャン祭りにて、戦闘で踊る、ガイナマン競商戦士がイナマンは、J リーグクラブ、ガイナーレ鳥取のマスコットキャラクターである。2012年2月17日に、ガイナックスの赤い高みによるデザインの、マスコットキャラクターが発表された。マスコットの名前候補を募集し、サポーター投票を経て、同年5月2日、競商戦士ガイナマンに決定したと発表。 J リーグマスコット開発となるヒーロー系キャラとしてデザイン発表時より大きな注目を集めた。ホームゲームでは試合前より必ず登場しており、ハーフタイムにはアクロバティックなパフォーマンスと共にガイナバスターと呼ばれる空気銃でプレゼント球がスタンドへ放たれ、試合終了後にもサポーターのお見送りを行っている。アウェー戦にも登場することが多く、 さすがに気を使ってかガイナバスターの使用こそないものの、ホームと同じく試合前より、対戦相手のマスコットやサポーターとかなり活動的な交流を行っている。熊本県のマスコット熊本と縁があるようで、2013年3月にはロアッソ熊本のアウェー戦で、同年8月にはホーム戦で、ガイナマンはサポーターの前で熊本体操をダンスした。また、 鳥取県のマスコットキャラクター、トリピーがユニフォーム風のコスチュームを着用したガイナーレトリピーとして登場することも多く、ガイナマンと二人仲良く歩いている光景を目にすることがある。2013年3月、鳥取市観光大使に一植就任。2013年8月21日にキングレコードから発売された AKB4832 枚目のシングル、恋する。 フォーチュンクッキー、鳥取県バージョンに出演し、AKB48 の YouTube 公式アカウントにて、全世界に向けて配信している。ありがとうございます。